皆様こんにちは、ヨダサイバー領事です。今日はバラに包まれる一日でございます。綺麗なバラですね。これは金沢市にある某バラ園で、今はちょうど見どころです。ベンチに寝転がっているこんな僕のバラ肉も見事なものですね。というわけで、仏様のような涅槃のような状態ですけども、バラを続けて見ていきましょう。はい、このバラはなんてバラでしょう。そう、白バラでした。はい、このバラはだいぶ枯れかかってますね。はい、赤いバラです。さあ皆様、赤いバラ、バラが揺れています。みんなバラバラに揺れています。ピンクのバラですね。なんか花びらがやたらと多くて、あ、このバラはなんかバラらしいバラですね。はい、このアーチなかなかすごいいいですね。このバラはちょっと開きすぎちゃって、どうしようかなっていう感じで、このバラも綺麗なバラです。はい、じゃあ続けていきましょう。カラフルないろんな彩りがこのバラにもあります。このバラも美しいですね。なんて名前なんでしょう、覚えてません。はい、これは、はい、あ、過ぎちゃいました。これちょっと今隠れてますね。人がちょっとなんか怪しい人がいたんで隠れてます。はい、このバラも美しいです。はい、どんどん行きましょう。黄色いバラでございます。黄色い花の、バラの花言葉は分かりません。これはこれもね、なかなかいい柵にね、バラらしくなってます。これも開きすぎてますね。はい、また赤いバラに包まれた僕でございます。はい、オレンジ色のバラとピンクのバラ、なかなかね、一つのところから珍しいですね。これもヒダがなかなかこういい感じです。ヒダ高山って感じで、黄色いバラがまた再びやってまいりました。はい、このバラも可憐で美しいバラでございます。さあ、いよいよ締めに入ってまいりますよ。はい、さあ、このアーチの中の僕、何を考えているんでしょうか。バラ肉が食べたい。以上でございます。